石の洋蔵雑談独居老人者独居老人生活困窮者老人で一人住まいで生活に困窮して生活保護を受けている者こういう人間が増えている。そして往々にしていつの間にやら孤独で死んでいくそういう人が増えている。厚生労働省の統計によると2020年4月時点で全国の生活保護世帯は162万世帯162万世帯そのうちの 82% に当たる130万世帯が独居老人生活保護自給困窮者である。まあこういう時代だからますます一人住まいの生活保護を受けんと仕方がない老人は増えている。この間も言ったように定年退職を過ぎた後で6割の人間が就職できず年金とだけで生きて貯金だけで生きてこれも往々にして生活保護を受けることになる。こういうふうな独居生活保護受給困窮者は住まいがあればいい方である。住まいがない家主が貸したがらない独居老人者は孤独死されたら大変な問題になるから貸さない。だから困窮者は住居に困っている。だから悪い連中が狭い部屋に劣悪な環境で住まわせ生活保護費の大半をピンハネする貧困ビジネスも10年ほど前からある。今物価がどんどん上がっている。60歳過ぎて就職できなかった 60% の人が年金と貯金だけで生活することになるが往々にしてこういう人たちは貯金がない年金だけで生活することになる。だから生活保護に走る。生活保護者が今後ますます増えてくる。特に年金が70歳から受給ともなればわっと生活保護者が増えるんじゃないかなと思われる。独居老人者がまあ男も女もあると思うけれどもますます増える。最近は離婚も多いし独身が増えているしまた若い人も結婚しない。聞くところによると20代の男は結婚しているのは2分の1
20代の女性は3分の1の寄付。なんて若い人が結婚しない。一番結婚するのに良い年齢的には20代に結婚していない。30代でどうなるんか知らんけど、やはり結婚しにくい状況に日本があるということには間違いない。すると子供は生まれない。まあこれはちょっと話は脱線したけど、少子高齢化の原因にもなっている。そういうことで、独居老人がこれから随分増えるんじゃないかなと。私の関係する近くにも結婚していない男性が多い。みな将来独居老人者になる。下手したら独居老人であって、生活保護を受ける困窮者になる。これからは老人がますます老人の比率が増えていった上に、その中に独居老人者が、独居困窮者がたくさんおるという時代になる。将来少子高齢化のために老人を支える働き手が少なくなるとこの間も言ったが、そういう働き手にますますおんぶする老人が、してもらう老人が多くなる。あまり明るい将来はそういう見方からは生まれない。政府は少子高齢化を正す対策として、たくさんの金を積み込むと決意した。また日本の国を守るためにたくさんの金を当てると決意した。また何らかの形で税金、その他で国民の負担が増える。そういう時にこういう問題も並行してある。今のところいろいろ考えるに、明るい将来の展望は少ないしない。暗い問題ばっかしは出てきている。